はい、皆さんこんにちは、ケントです。吉野に特化したトレーニング指導ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいておりますということで、今日もですね、皆さんにいただいたご質問についてお答えをしていきたいと思います。今日お答えしていく質問こちらになります。もともとウニ、イクラを中心とする海鮮が大好きなのですが、ダイエット中にはあまり良くないという印象があり、摂取を控えるべきか迷っております。栄養学的なメリット、デメリット等あれば教えていただけると嬉しいです、ということです。リクエストありがとうございます。以前にですね、ナッツ、ダイエット中にそこまで有用なものじゃないんじゃないのみたいなお話させていただきましたけれども、よくこういったね、減量中に取られる食材について迷われている方多いと思います。ということで、今日はですね、イクラ、ウニ、この辺っていうのが体に良くないのか、ダイエット中どうなのっていうところお話ができればと思います。ぜひ興味ある方、最後までお付き合いください。はい、ということでですね、今日はイクラ、ウニについてお話をしていこうと思いますけれども、イクラとウニってね、厳密に言うと栄養素性結構違う部分があるんですよね。なので1回にお話をしてしまうと内容として薄くなってしまいますので、今日はイクラの方にフォーカスをして、後日ウニについてお話をさせていただければというふうに思っております。そもそも皆さん、イクラとかウニっていうのが体に悪いっていう印象はあるんですかね。ダイエット中にとってマイナスっていうイメージ僕はなかったんですけれど、皆さんはいかがでしょうか。おそらくこれね、あるとするとプリン体っていうところがキーワードとして上がってくるのかなと思いますけれども、この辺っていうのもね、深く実際どうなのっていう話が今回できればなと思います。それではもうね、だらだら喋っててもしょうがないわけなので、結論から言ってしまうと、ダイエット中このイクラっていうのは摂取おすすめなのか、控えた方がいいのかっていう話ですね。結論、摂取量に注意すべきではありますけれども、おすすめだということになります。いや、イクラっていうのはね、めちゃくちゃ栄養価の高い食材で、これは減量中であっても増量中であっても、当然ね、摂取する量に対してコントロールをしなければいけませんけれども、いろんな方にね、おすすめできる食材の一つだなというところです。ちなみに皆さん、イクラの語源ってどういうことから来てるか知ってますかね。これ小さくてつぶつぶしたもの、魚卵みたいなものですね。ロシア語でイクラっていうふうに言うらしいんですよね。そこから来てる言葉で、ロシアではキャビアとかタラコとかこういったものを全て含めてイクラっていうらしいです。発音が違ってたら大変申し訳ありません。ということで、こんな小話を挟みつつ本編に行きたいと思うんですけれども、まずね、イクラの栄養素性、マクロ栄養素を見ていきましょう。 100g あたりですね、エネルギーが 272kcal、 タンパク質が 32.6g、 脂質が 15.6g、 そして炭水化物が 0.2g と、ほぼほぼ炭水化物がない。そして脂質とタンパク質で、タンパク質が倍くらい入ってるよということになるんですけれども、おそらく1回でイクラ 100g をバッて食べれる人ってそんなに多くないと思う。だいたい 50g とか、1回分で言うと 60g ぐらいなのかなというふうに思います。まずこの時点でですね、ケトジニックダイエットを行っている方にとってはかなり相性のいい食材というのがわかるんじゃないかと思いますし、ぜひ僕がね、皆さんにお伝えしたい、これだけは持って帰ってもらいたいというものが、イクラのですね、脂質の中身なんですよね。ここをですね、ぜひ今日はお伝えしたいなというふうに思います。その前にミクロ栄養素、ビリオンミネラル、ビタミンの方を見ていきたいと思うんですけれども、こちらで見ていただいて分かる通り、ビタミン A、 ビタミン D、 E、 B1、 B2、 この辺は非常に豊富に含まれていて、そして特筆すべきなのがビタミン B12 ですね。ビタミン B12 というと、貧血気味の人で末端冷え性がね、同時に出てるよなんていう方、ぜひ取っていただきたい栄養素ですね。ヘモグロビンを小さくしていって、血管に詰まらないようにね、末端まで送ってくれるという働きを担っているのはこのビタミン B12 なので、栄養の不足で冷え性、貧血、陥っている方っていうのは、ここの充足で十分に改善が見られる可能性もあるという話なんですが、このビタミン B12、 1日にどれぐらい必要かというと、多くのサプリメントパッケージで記載されている内容としては50マイクログラムぐらいなんですよね。なんとこのイクラをね、 100g 取っていただくと47マイクログラム取れるわけですよ。これはね、非常にいい、なんかテレビショッピングの CM みたいになっちゃって恐縮ですけど、めちゃくちゃ中身いいんですよね。その他にもマグネシウムとかリンとか亜鉛とか、こういった基礎的なミネラルも十分にある程度含まれていて、一点気になるのがナトリウム量なんですけれども、これは後ほどね、詳しく解説をさせてください。ここまでのところっていうのは、マクロもそこまで悪くない、そしてビリオンミネラル、栄養素っていうのも充足がされてるという印象なんですけれども、多分皆さん気になるのは、減量中に取るんだったらやっぱちょっと脂質量多すぎないかいと。タンパク質32に対して 15g っていうところは悪くはないけれども、ちょっとここの数字が気になるよっていう話だと思うんですよね。でこの 15g、 実際どういうもので構成されているのかって中身見ていきましょう。まず脂質というのは、振り返りですけれども、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれます。これ一概にどちらがいい悪いっていうのも言いにくいんですけれども、どちらかというとね、皆さん不飽和脂肪酸の中のオメガ3であったりとか、オメガ6、こういったところを積極的に減量中であれば取りたいという人は多いんじゃないでしょうか。まず脂肪酸量が 11.21g ある中の飽和脂肪酸量というのが 2.21g
42g、つまり全体の 23% ぐらいですね。これは決して多い量ではないです。そして残りが不飽和脂肪酸になってくるんですが、不飽和脂肪酸の中でもオメガ3が区分されている多価不飽和脂肪酸量、こちらがですね 4.97g 含まれていて、その中のなんとね 4.7g、 これがオメガ3になります。全ての脂肪酸におけるオメガ3の配合率としては、数あるね脂質が含まれる食品の中でもめちゃくちゃ優れてる方だなと思います。だいたいね多価不飽和脂肪酸が多くても、そのほとんどがオメガ6だったりして、オメガ6っていうのはある程度ね脂質を取られてる方であれば、1日に不足することっていうのはねなかなか考えにくいわけですよね。ただオメガ3がこの多価不飽和脂肪酸の大部分を占めてる食材というのはそこまで多くないので、いくらっていうのは希少な食材なんじゃないかなっていうところです。そしてフィッシュオイルなんかのサプリメントを取ってる方であれば、絶対に欲しいドコサヘキサイン酸とイコサペンタエン酸、これがですね 2000mg と 1600mg ずつお互い含まれていて、厚生労働省が発表している日本人にじゃあどれくらいこの栄養素が必要なのかという食事摂取基準を見てみると、 DHA も EPA もお互い 1000mg が1日の必要量なんですね。なので 50g を取れば1日の必要量は十分に補えるという話になってきます。これねすごい細かい話で恐縮なんですけれども、フィッシュオイルとかを取るとね DHA が EPA の2倍入ってたりするわけなんですよね。ただ個人的には EPA の方が多く必要、もしくは最低でも同じぐらい必要だなっていうところがあって、その基準に対してもこのいくらっていうのはまあまあまあ最低基準満たしているのかなと、 2000mg 対 1600mg なのでね、という非常にいいね脂質源になってるんじゃないかというふうに思います。さらにこのイクラに多く含まれている栄養素としてレシチンっていう成分があるんですけれども、別名ホスファチジルコリンと言ったりもしますが、これどういう栄養素かっていうと、そもそも細胞膜の生成、この 60% ぐらいになっているもの、さらには神経組織を構成している材料の一つですね。イクラを摂取するときに脂溶性の栄養素サプリメントなんかを一緒に取ると、これめちゃくちゃ吸収率が上がっていて、なんでかって言いますと、レシチンってのは珍しいもので、大体水溶性か脂溶性に分かれるじゃないですか。でも水にも油にも溶けやすいね、その中間的な栄養素なんですね。なので脂溶性のビタミンなんかね、油には溶けるけど水には溶けないよっていう周りをこう包み込んで見せるかっていう風に言うんですけれども、うまく水に溶けていって吸収されるような特性を持ったものなんですよ。なので普段からサプリメントを結構ねたくさん取られている方で、脂溶性のものこれいつのタイミングで取ったらいいのかなっていう風に迷われている方っていうのは、ぜひいくらと同じタイミングで取っていただくとね吸収率が上がるんじゃないかなっていう風に思っております。他にも抗酸化作用ですね、めちゃくちゃ特化している栄養素、何かっていうとアスタキサンチンなんですね。アスタキサンチンっていうのはサーモンにしてもそうですし、イクラにしてもそうですね、赤い色素の部分、ここを担う材料として多く含まれています。さらにはですねタウリンであったりとか、あとはアルギニンですね、まあ、トレーニングしてる人だったらアルギニンを積極的に取ってほしいもので、テストステロンの材料になったりとか生成のトリガーになったりするものなんですが、アミノ酸の中でもこのアルギニンが多かったりします。なのでですね、総合評価をした上で栄養素として素晴らしいものを持ってるんじゃないかなっていうふうに僕はこのイクラっていうのを見ております。ただですね、当然いいとこもあれば悪いとこもあるよっていうのが基本的な食材ですよね。どういうところに気をつけなければいけないのかというお話で、一つ目はやはり塩分量です。イクラっていうのはね、そのままで食べるというよりも塩漬けだったりとか醤油漬けになってることが多いと思います。100g あたり、ものにもよりますが、およそ 2.3g ぐらいのね、塩分量。ありまして、およそ1日に必要な塩分っていうのが 8g ぐらいですね。なので、100g を仮に取ってしまうと、1日に必要な4分の1をそれで補ってしまうというところで、すごい多すぎるかっていうと、なんとも言えないんですけれども、普段から継続的に取っていると塩分過多に陥ってしまうと、そうなってくると水を多く引き込んでしまうという性質もありますし、ただハードに運動している方っていうのはね、普通の人よりも塩分必要量が多い傾向にありますので、逆に取り方次第ではプラスになるし、普段からそこまで運動をしなくてね、食事だけで今のボディメイク改善をしていきたいという方は、この塩分量っていうところだけは少し目をやっていただきたいなというところです。あとはコレステロールの量ですね。このコレステロールっていうのは一概にね、昔みたいに入ってたらダメだというふうにも言えないんですけれども、総コレステロール量で言ったら 480mg 含まれてます。 100g あたりですね。おおよそ1日に必要なコレステロール値というのは 200mg ぐらいですので、40から50取ると1日に必要量を補えてしまうという印象なんですね。まあ、ただ EPA とか DHA が含まれていて、普通にコレステロール脂質を摂取するよりもコレステロール値の上昇っていうのは低いというのは数々の文献でも出ていますので、1日 5、60g、 そして 100g 未満ぐらいだったらね、毎日取らない限りは問題ないんじゃないかなっていうのが自分の見解です。おそらくプリン体がね、ウニとかイクラ多く含まれていて、これが体に良くないでしょと思われている方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。品川庄司のね、庄司智春さんが昔ささみの食べ過ぎで痛風の原因になったみたいな話はありますけれども、メディアの話なのかどうなのかっていうのは分かりませんけれども、イクラに含まれているプリン体の量っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよ。